おはようございます。わらたび夫婦です。今回は奈良県にやってきました。久々に奈良市でブラブラと観光した後、吉野の桜を初めて見に行ったので、よろしければ最後までご覧ください。それでは本日の観光&グルメ旅スタートです。まずは近鉄新大宮駅で下車し、駅から歩いて約10分、はじめにやってきたのは奈良蔦屋書店。なぜ奈良の蔦屋に来たかというと、この木簡を手に入れるためにやってきました。こちらの木簡は500円でバスが1日乗り放題のお得な切符。今回はこれを使って奈良観光を楽しみます。木簡を使い、続いてやってきたのは奈良公園。奈良で一番有名な観光スポットで、鹿さんに触れ合いたくてやってきました。この前ゆうきさんが鹿さんに餌をあげてもてあそばれていたので、今度は私も餌をあげてみよう。木簡食べられる。はいはいはい、あ、これ食べ物ちゃうで、これ食べ物ちゃうで、これ食べ物ちゃうよ。お前食べ過ぎやね。この子食べ過ぎやや、めっちゃ食えてる、食えてる。この間はお腹を空かせた鹿さんが押し寄せてきたのですが、観光客が戻って鹿さんがだいぶおとなしくなっていました。続いて近鉄奈良駅から徒歩約15分のところにあるのんのん。こちらは登録有形文化財に指定されている奈良の町屋を使ったお食事屋さん。ありがとうございます。ああ、やった、庭園の横や。予約をしていったのですが、窓際の席で庭園が綺麗、中もレトロな雰囲気が良き。メニューは奈良の郷土料理茶がゆやカフェメニューがあって、私たちは茶がゆの御膳をチョイス。御膳には奈良漬け、キャラぶきなどの前菜と奈良ののっぺい汁、最後にはデザート付き。私は小豆茶の茶がゆ、ゆうきさんはほうじ茶の茶がゆをチョイス。召されてる。うん、ま、美味しそう。いや、めっちゃ美味しそう。茶がゆ自体は俺初めて食べる。いや、私も初めて食べる。ねえ、うん、あ、お茶の場合、あ、そうなんや、うん、茶がゆは想像以上に熱々でめちゃめちゃ体に良さそう。締めはわらび餅と大和茶。わらび餅は3種類から選べたので、きな粉と八太子をチョイス。あ、ちょ、柔らかい、ちょっと固めのように見えたけどな。そうそう、硬いんかなと思ったね。見た目に反してとてもトロトロなわらび餅。八太子のわらび餅はまるでポン菓子みたいな味。江戸時代後期に完成した家屋の中で、美しい日本庭園を眺めながらの奈良の郷土料理、美味しかったので、こちらはぜひ行っていただきたいです。お昼ご飯の後は商店街をブラブラ。続いてやってきたのは中谷堂。高速餅つきで有名なお餅屋さんで、この間餅つきを見れなかったので、見れたらいいなと思って寄ったらやってる。見た後はもちろんよもぎ餅を購入。
あのマジほんまに柔らかいの。赤ちゃんのほっぺ。わあ伸びてる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 。めっちゃ美味しい。めっちゃうまい。めっちゃ美味しいな。安定のうまさよ。ほんまに。お餅は柔らかく、赤ちゃんのほっぺみたいにプニプニしており、塩気が効いた甘さ控えめのあんこと相性抜群。こちらもぜひ食べていただきたいです。近鉄奈良駅から木管を使用しまして、高野原ゴルフセンターで下車し、続いてやってきたのはまほろば大仏プリン本舗。奈良で有名な大仏プリンの本店になります。建物はまるでプリンみたいでおしゃれな外装。かわいいなこれ。あ、大仏様おるわ。注文を済ませ外のスペースでいただくことに。プリンソフトと週替わりソフトの大和茶です。あ、うまっ。うまっ。おいしい。おいしそう。おいしいプリンやわ。もちろん大仏プリンもいただけます。あー柔らか。いやうまそうなプリン。うん、滑らか。マジ生クリーム食べてるみたい。ここのプリンは滑らかで美味しいのでおすすめ。本店は駅からちょっと遠いけど可愛いお店なので行ってみてはいかがでしょうか。またまたバスを利用しまして、今在家のバス停を降りてしばらく歩いていると有名な正倉院に到着。今回は正倉院が目的ではなく、一本だけ綺麗に咲いているこちらの桜が目的。この桜、形がおかっぱみたいに見えませんか？実は鹿さんが下の方をパクパク食べた結果こんな形になるそうで、形がめっちゃ可愛い。めっちゃ綺麗。要は鹿がこの高さまで食べるってことやんな。多分結構伸びるな。続いて正倉院から徒歩すぐ、奈良の大仏で有名な東大寺へ。二人とも学生以来の訪問。インバウンドで周りは外人さんだらけ。なんか想像してるよりでかいな。でかくない？めちゃめちゃでかい。ああもう GoPro が画角に収まりきらんぐらいになってる。何年ぶりや。25年ぶりぐらいかもしれない。久々に来たのですが、大きさと雰囲気に感動。学生時代に見るのと大人になってから見るのとでは大違いで、とにかく素晴らしいの一言。近鉄奈良駅からバスを利用しまして、続いてやってきたのは西華ラーメン奈良店。奈良で有名なラーメン屋さんで、2人とも初めまして。メニューはこちら。ルーローハンが美味しそうに見えたのですが、シンプルに西華ラーメンを注文。いただきます。野菜たっぷり。おいしい。ニンニクが効いたピリ辛の濃いスープに白菜がたっぷり入っていてボリューミー。やみつきになる味で本当においしい。こんなにおいしいラーメンを今まで食べていなかったとは。近くにあったら通いたいくらい2人とも大好きになりました。こちらもぜひおすすめです。大阪から電車で約1時間40分奈良で超有名な吉野へ夫婦初めてやってきました。やば、やば。結構あるやん、ここら辺にもお店あんねん。そうな、なんか初めて来たけど。ほんまに行列やばい行列。え、あれこれこれこれ全部並んでる。ちょ、そこに、そこ並ぼう、そこ並ぼう、そこ並ぼう。早く並ぼう、並ぼう、並ぼう。
吉野山の桜は下千本、中千本、上千本、奥千本の4つのエリアがあって、4月上旬から4月中旬にかけて下千本から徐々に白山桜が咲き乱れていく日本屈指の桜の名所かつ世界遺産。バス待ちで大行列ですが、この時期は吉野駅から臨時でバスが頻繁に出ているので割とすぐに乗ることができました。バスに乗り、まずは中千本へ。階段登って左手が上千本、奥千本、右手が下千本方面です。では、電車が5 初っ端からなかなかの階段。中千本からバスを乗り継いで上に行くこともできますが、とりあえず上千本まで歩いてみることに。思ってたよりも急な坂道。普段運動をあまりしていないのでなかなかきつい。あ、これさ、なんかもう一歩早かったらめっちゃ綺麗やったな。いや、ほんまに桜は残念ながら少し散り気味。例年よりも今年はだいぶ早かったみたい。すごい、ここやばい、すごいな。気が付けて、ここ上まで行こうと試みたのですが、金峰神社あたりで限界を感じて引き返すことに。動いてペコペコなので食べ歩きタイム。まずは水元米国亭にてお米屋さんが作ったおにぎりをいただくことに。あ、いいな、桜いい。うん、な、山菜ってうまいな。山菜ってうまいよな、うん、同じお店でしょうか。続いていただくのはお米屋さんが作ったお団子。いただきます。はい、うん、あ、おいしい。シンプルきなこ団子や。このさ、焦げ感やばいよな。なあ、あ、いい、めっちゃいい。下の方に行くにつれてお店がたくさん。歩いていると古民家のおしゃれなお店があって素敵な雰囲気。うわ、めっちゃ待ってる、すごい。食べ歩きの前に吉野山で有名な吉水神社へ。こちらの目的は一目千本桜。入山料をお支払いし中へ入ると、あー、すごいすごいすごい。その真ん中じゃない、ここ行っちゃえやん。めっちゃいいやん、ここ。桜も見たので食べ歩き再開。続いてやってきたのは八十吉本店にてくず餅ラテ黒糖をいただきます。ちょっとちっちゃめのくず餅が黒糖ラテと一緒に入ってきてめっちゃ美味しい。めっちゃ入ってくる。続いていただくのは増田ほうき堂の手作り生くず餅。吉野といえばくず餅です。うまそう、うん、あ、結構弾力すごいね。ねえ、続いていただくのは豆腐茶屋の前で売られている豆腐ハンバーグ。めっちゃ美味しそう。豆腐ハンバーグ久しぶりやな。うまっ。あ、想像以上に美味しかった。続いておしゃれなカフェ稲荷カフェのきなこ揚げパン。ああ、美味しそう。あ、めっちゃ美味しそう、やば。うん、うまっ。食べ歩き最後は屋台で売られているたけのこ天ぷら。めっちゃ美味しそう。塩炒め。はい。
塩が。あ、お塩があんねや。すいません、タケノコの天ぷら一つ。一個、前のもらってください。あ、はい。あ、どう。うん、甘かく。あ、マジで。うん。うまっ。うまそう。じゃあいただきます。はい、どうぞ。うん、まめっちゃジューシーじゃない？めっちゃジューシー。めっちゃジューシーやんな。バリうまい。バリうまいよな。その後もお店がいろいろあって誘惑に負けそうになりながらも吉野駅へ無事到着。今年は例年よりも咲くのが早く一歩遅かったのですが、一目千本からの景色は絶景。一度はぜひ見ていただきたい景色です。最後までご視聴ありがとうございました。少しでもいいと思っていただけたらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回お楽しみに。